はい、今月始まりました新企画、進化論の先生とともにあなたのお悩みを解決ということで始めていきたいと思います。先生よろしくお願いします。はい、でまずですね、先生の自己紹介というのを視聴者の方に早速してもらってもよろしいですか。はい、分かりました。私はですね、現代の進化論に関する研究をしている堤下エボリューションと申します。で、ここで勘の良い視聴者の方はお気づかれかもしれませんが、水曜日のダウンタウンで謹慎明けにインパルスの堤下さんが解明をしたら板倉はどう反応するのかという回だったんですけど、そこで出した、名前が堤下レボリューションだったんですね。ただ自分の名字は堤下なので、はい、で進化論とかけて英語ではエボリューションなので堤下エボリューション、これ全く、はい、パクリ疑惑とかではないので勘違いなさらないようにお願いします。ありがとうございます。先生以外に水曜日のダウンタウンなんて、あんな結構下水番組見るんですね。なるほど、結構僕も好きなんでしょうね。まあ、ということでですね、一つ目の質問、早速いきましょう。これはですね、18歳の高校生で、はい、TK さんから来た質問なんですけども、昨今よく言われる、はい、銀行員とかの人作でありますね。でこれに関して進路に関する質問で、大学に進学する前に、はい、仕事を得られるようなちゃんとした専攻を選びたいということで、これに対してどのような専攻を大学でしたらいいのかっていうのが悩みなそうなんですけども、これに関して堤下エボリューション先生、どのようにお答えされますか。そうですね、結局はまあ簡単に言うとエボリューションです。はい、答えはエボリューション、進化論ということですね。高校生の人が悩んでる大学の専攻、結局戻るのは進化論。まあ、どういうことかというとですね、昨日の動画で出たように、結局今第3次産業革命が起きていて、はい、で今までは馬車のうんちゃんがタクシーの運転手に代わられて、で100年後の今は、はい、タクシーのうんちゃんから AI とかロボットに代替されるという波が起きてるんですね。なのでこれから学ばないといけない専攻というか、これからロボットに取られない仕事は同意なのかというふうに考えると、進化論的に考えると、結局はソフトウェア、ハードウェアからソフトウェアに行こうということで。なるほど、はい、コンピューター、IT、CS とかそういう感じになりますね。はい、これは簡単ですね。はい、なるほど、そうですね、結局エボリューションということなんですね。僕も納得しました。次の質問なんですけども、これは今19歳でこれから海外大学留学のことを考えている青年なんですけど、海外で恋愛はできるのかどうかっていう質問で、要は言語と文化が違うから、その時に日本人男性として、はい、英語を拙い中で恋愛とか付き合うことができるのかっていう質問ですけど、これに関しては堤下エボリューション先生どう思われますか。なるほど、まあ、確かに英語ができない中でどうやって、はい、日本人男子として恋愛するのか、確かに悩む人も多いと思うんですよね。はい、まあ、これに関する答えも、結局はエボリューションですよね。はい、進化論、エボリューション、国際恋愛関係の結局はエボリューション、まあ、どういうことかというと、イグアナありますよね、はい、イグアナとチャールズ・ダーウィン、ガラパゴス島ってありますよね、進化論が見つかった、うん、イグアナも南米大陸から泳げてガラパゴス島まで泳げたイグアナ、つまりハイブリッドイグアナはガラパゴス島に残れて、でそこに餌がたくさんあったから生き残れたんですよね。はい、なので違う環境に移ってそこでアダプトできた泳げるイグアナというのは生き延びれた、つまりこれを国際恋愛とかってね、高校生の人のシナリオで例えると、英語ができない日本人とか英語の恋愛経験がない日本人が海外に出た時、まだ泳げない状態の時にアダプトできるのかできないのか、まあ、ここは結局イグアナと一緒で、泳げるハイブリッドイグアナになれるかどうかで一緒で、結局はエボリューションなんですね。なのでそう、まあ、悩むことは悩むかもしれないですけども、結局はエボリューションということを頭に置けば、まあ、いろんなことを挑戦して失敗して、その中で適応能力、
アダプタビリティが伸びて、まあ、当たって砕けるじゃないですけども、まあ、失敗して なんぼなんでね、はい、赤ちゃんも最初から歩けないじゃないですか。なので歩こう歩こうと立ってでも転ぶ。だから赤ちゃんは諦めないね。本能でも別に立てないからもう諦めたい、俺は一生歩けないと思わないから、それと一緒で、イグアナだと思ってね、最初泳げなくても、結局ずっとやってれば、赤ちゃんやってれば適応できるようになるから、エボリューション。なるほど、はい、自然界もなんかいろんな悩みあると思うけど、その悩み結局エボリューションなんだってことを分かってれば多分大事だと思いますね。なるほど、この説明は結構意外に、はい、なんでそこからエボリューションって最初思ったんですけども、つながってるんですね、はい、そこは今回自分も結構勉強になりました。で、最後のお悩みに行きます。今回今の COVID のシチュエーションで、はい、日本の政府が488億円出して一択一家庭2枚布を配布するという、これに関して488億円も使ってマスクだけにやっちゃっていいのかと、ワクチンの研究とか違う施設とかそこにお金を使わなくていいのかっていうところの悩みがあるようなんですけど、これについてはエボリューション、進めしたエボリューション先生、どのように。そうですね、この今回の状況で日本政府の経済的な対策とその488億円使った布政策ありますね。これに対しても答えはもう皆さんお分かりかと思いますけれども、はい、なると思います。アベノマスクなんですよね、はい、これもですね、意外にアベノマスクとエボリューションが伝わってないのではないかと思うかもしれないですけど、はい、つながってるんですね、はい、アベノマスクと、はい、これ結局エボリューションなんですよ。皆さん覚えてますか、前回のオリンピックの時に安倍首相が、はい、オリンピックが東京オリンピック決まった時に安倍首相が、違う、ブラジルのオリンピックかワールドカップの時に安倍首相がマリオのあれつけて、マリオのコスプレをして、はい、世界から話題になったのを覚えてると思うんですけども、その安倍首相が、はい、今度はアベノマスクということで、これ結構エボリューションなんですよね、はい、まあ、なぜかというと、先ほどの恋愛相談と一緒で、イグアナになれるか、アダプトできるか、で、これ日本人男子のアダプトするにはどういうことになるのかというと、コスプレになってきて、まあ、これちょっと脱線してるかもしれないですけど、それで、日本人男子がコスプレをするということで、アダプトすると、エボリューションが上がると、国際恋愛していくには。で、それをまさにしたのが安倍首相だったんですね。ブラジルのワールドカップかオリンピックで、マリアのハットをつけて、はい。あれは完全に安倍首相をエボリューションしてたんですよ。エボってたんですよ、世界で。で、それで世界が受けたと。じゃあ、その受けた、あれのコスプレで、国際恋愛、エボリューションしていきましょうって流れからのマスクはなぜかと、はい、まあ、それやっぱりマリオのコスプレからのマスクということで、これでやっぱり世間に知られるんですよね。北米とかヨーロッパではマスクするっていうのはなかなかまだ考えがない状態で、それでマスクをしてなかったから莫大に広がったと、はい、なのでここでマスクをするのはね、そんなにやばい状況じゃなくてもするべきだぞっていう注意喚起 の効果もあるので、そこで一家庭2枚488億円使ってねやることで、アベノマスクでやることでね、はい、世界的にも、はい、好印象を与えられるし、まあ、それがエボリューションなんではないかなと僕的には思いますね、はい、で世界にもその注意喚起を流して、はい、それで全世界が、ね、マスクをつけることで、まあ、アベノマスクという、ね、エボリューションをかけて、はい、これでやっていくのがいいんじゃないかと思いますね。なるほど。いや、自分、まあ、個人的には488億円も使っちゃってこれいいのかなみたいなのは結構あったんですけども、やっぱりは、コスプレして世界の舞台でエボリューションした安倍首相ならではの、まあ、アベノマスクということで次世代型の対象の方法なんですね。はい、それに関してはちょっと自分としてもちょっと謎が解けたので、まあ、488億円かけてもね、アベノマスクで世界に広まればいいのではないかなって僕も少し思うようになってみました。ということで先生、今回はですね、短い時間でしたけれども、いろんな世間の視聴者の方のお悩みに答えていただきありがとうございました。
ということで、また次回お会いしましょう。はい、スタジオからは以上です。堤下エボリューション先生でした。バイバーイ。